泣きながら泣き寝るちゃ買い取ったら泣きやこれ来たやろ、お前もうあえて間違えてるよ、これプライベートの中でしょ。大阪の下町、東住吉区から来ました、小次郎です。おい、リキ、お前、思い出した、思い出したよな、うん、お前やったら、お前個人的にプライベートで言ってよ、隠してろ、お前まだ、あの時になってまずは、今やれよ、まだあの時になってまずは、お前下る気になってまずは、お前お前、3対1で来たな、あの時届けてたやんけ、お前あの時届けてくるな、お前かかってこい、これだ、お前お前が来いや、お前あんたがお前レスラーのところお前こっち止めだったんちゃうんか、このお前お前さん泣きながらお前泣き寝るちゃ買い取ったんやるやんか、お前レスラー大好きだやろ、お前あえて間違えてるよ、お前プライベートの中でしょ、お前が来るやん、じゃあこれなあ、おいかかってこい、お前今やりやじゃ、今やったらできんちゃん、ちょお前一時こっちの名前出すな、お前今やったらできんちゃん、お前あん時の声だったら誰やねん、これお前何がやかかってこい、これお前お前がちょ今やるやん、こいつと今やらしてもらっていいですか、かかってこい、こっち怪我してねえ、これいつの上手だ、あいつかかってこい、かかってこい、一時名前出してくんだ、お前あいつ人気やらか、これお前一旦勘違いすんだよ、お前一回自己紹介すんだ、お前がな、お前あん時止めたってのは誰やねん、お前それで止めてる人間に殴りかかってきたのは誰やねん、お前お前お前のそこまで汚い飲み方で、お前何がやねん、一時そういう話でお前持ち出してこっちの名前つけたらこっちもやられたまんまじゃ、お前お前とプライベートで言ってますよ、今来いや、じゃあ個人的に言ってますよ、今はできんねんな、お前相手間違えてんねん、これお前試合決まったお前、試合決まった個人でプライベートかかってこい、お前まず試合決まったんか、決まってる、お前関係ないよ、お前らもっとレベル上や、上のやつやつ、じゃあ今あるよ、やってから行け、これお前舐めとったらあかんの、これお前がお前見てる環境ちゃうじゃん、これ何がやねんお前、そのいい子みたいなやめろ、毎回毎回同じこと言うやつ、ありがとうございます、つけられた、ありがとうございます、お兄ちゃんねえつってんだろ、行きましょう、お前それ行くのこいつだぞ、一旦座ってもらって、一回座って、あれ一回自己紹介して、争奪戦で来いな、我々に健康だね、戦いたやつはこいつです、今やらしてほしいですね、地元大阪でこいつなんか連れと3対1で僕やられてるんで結構チームも出てるし、お前みたいな在地しやんってマジで人キャラみたいな、お前来いや今ちょっと知ってお前ちょっとお前ってこっちが別にお前マジでヤンキーとかクールとかそんなんじゃないけど普通にやんちゃちょっとお前見てその真面目みたいなやつ別に相手する意味ないね、だからあの時の止めたってて一時その時の話持ち出すなって何がやねん、お前と環境違うからマジでお前とお前じゃ結構ガチでお前と環境ちゃうから同じことばっか言うんだよ、環境ちゃうかちゃうか分かるか、お前言ってたやんその時カオス来いよ言うてなかったっけ、もうカオス来いよ俺はカオスや言うて相手したら興味だ、お前言うてたやん、ただ個人的になってるから言うてたやん、プライベート言ってるからお前ジム変わった、お前勘違いすんなよ、ジム変わった勘違いすんなよ、カオス来いよいつでもやったろ、お前もう一回次の方お願いします、勘違いすんなお前お前だな